太郎さん、起きたんですか？平気です？死んじゃいね。今は寝てるだけだよ。なんかな、この辺りの大地の力が急速に弱まってるような。俺たちも力吸い取られてくみたいでさ。小太郎、平気、大丈夫。多分この異常の原因がどこかにあるなら、それを止めれば。はい、待てって。俺も連れてけよ。相棒じゃん俺。クリボイログの時とか俺役に立ったろ。平気、俺だって役に立つよ。ダメだ。お前たちではダメだ。私の役目は終わり。せめて最後は決断者のもとへ。かがりさん、滅びを起こさないって決めた記憶のもとへ向かったんじゃないかしら。よくわかりませんけど、心当たりがあるなら。よし、行くか。ちょうどいい。呼ぶ手間が省けた。こっちのセリフだ。なんかこれから言おうか。ち、俺にはどうしようもねえことかよ。吉野くん、手伝いに来てくれたんです？ざけんな。何が悲しくて、俺がてめえらなんかと。ああ？誰がてめえを心配して帰りなんざ待つか！ち、てめえはやっぱりムカつく。一発ぶん殴ってやらなけりゃ気が済まねえ。ざけんな。今度でいい。殴られに来やがれ、クソ野郎。じゃあどこへなりとも行っちまいな。ち、くだらねえ。心底くだらねえ。
絶対あれ心配してるんですよね。気配がねえぜ。おかしいですね。もう少し人がいてもいいのに。おかしいですね。なんだかうまくいきそうな気がします。昨夜もあんな状態だし、状況も良くなんて全然ないんですけど、これまでもそうだったし、これからもそうなる気がします。小太郎はそうしてくれるんですよね。まあなんだかんだでこれまでやってこれてるしな。それでもおめえこれまでちゃんと動けてるよ。けどな、そりゃちはやんが言うみたいにお前だけでやってきたことじゃねえからな。でもそれは小太郎の力だと思いますよ。そうだな、お前はさずっとまっすぐだからな。一個のことにずっと命をかけてる。だから周りもついてくんだよ。うまくいくってのはそういうことだよ。ん？俺はもともとこういうキャラだぜ。いやいや、平気だって。行きましょう。人いないって言っても見つかったらめんどくさいです。ゆきさん、ちょっと血が足りないんだけど。少しならあげますけど。いや、いいってことよ。奥でしょうか。なんか嫌な感じがしねえか。予感とかじゃねえ、この場所そのものがあったよ。すら寒い空気ばかりが流れてる気がする。私にはわかりませんけど。Thank you.
パワースポットだ。エネルギーの補充場所です。でも枯れてる。そんなことあるのかよ。パワースポットってのは膨大なエネルギーの噴出口なんだ。一個ありゃ何百って魔物のエネルギーを賄える。まだ足りないわ。町中の全てを注ぎ込んでも。もう音がハエの音にしか聞こえない。耳元で不快な音を立てるハオと喋るな、動くな。何なの、世界はこんなにも醜悪さに満ちている。私はなぜここにいるのかしら。もう全てでも全てが終わる。終わらせる。私がこの手でおかしいわね。滑稽だわ。なぜ私はこんな醜い格好をしているのかしら。おぞましい。こんなことならズラ袋に目口鼻でもつけてうごめいている方がよほどお似合いだわ。アカネさん、近寄るな。私を止めに来たの。知れたこと。それはなぜ死なないのかという問いと一緒ね。ああそうよ、死ぬべき。でもそれじゃ終わらないの。青とがそう。うるさい。耳元で飛ぶのよ。止めるべき。おかしいのは全てだわ。全ては滅ぶべきよ。滅ぶべきだったのよ。なのになぜ。何です、何なんです。そう、ああ、わかりやすく言うと、私が世界に滅びをもたらそうと。そこの子は私に見せてくれたわ。黒い記憶、人の紡いできた暗黒の歴史。邪魔はさせない。私が終わらせてあげるの。醜悪さも残酷さも無情なる日々も全て滅びの彼方へ。何者でもない。できる。別にこんな。死ぬぜ、あの女。何なんです。さっぱりわけがわかりません。そんなの関係ないです。今すぐやめてください。サクヤが倒れてるんです。このままじゃ
おかしいぜ。そうじゃなくてよ、よく考えたらこんなもん2体同時になんて操るのどう考えたって無理なんだよ。小太郎、多分パワースポットが枯れてるのと関係があると思います。茜さん、そんなに優秀な魔物使いでもないんです。何か他のところからエネルギーを回してるのかも。それは張り倒すしか。しようとしてるんですか？まさかここにあった魔物の研究を。適した器がどんなものにふさわしい。そんなの作ってどうしようって言うんです？娘が何を語る。魔物使い、上等の力を持ってあなたは生まれてきた。魔物使いの宿命を背負って生まれてきたんです。どこかあなたは私を、けどあなたは道すぎ、それはあなたの罪であるので、今のあなたは何、幻想に浮かれて渦潮の姿を捉えられない前。そんなものは路傍の屍であるべきなんだ。あ、気がつきましたの？行かなければ。行くってどちらに？守る、私は守る。千早さんのところですのね。でも無茶ですわ。あなたにそんな力は残って。守るんだ、今度こそ。まさかあなた、あ、空間転移。あな
なことまで。無謀ですわ、そんなことをしたら。やめて、あなたの体が本当に消えてしまいますわよ。誓ったんです、たとえこの身がどうなろうと。あの姉ちゃん、集めたエネルギーを全部自分で使えるんだ。異人像の力があればあんな数だって操れる。けど普通の人間があんなの扱ったらそれこそ死んじまうぞ。なあ、ここに来て命を。無駄、別にどうせ最後には全て消えてなくなるんだもの。それが二つ早いだけ。実を言うと少しだけいい気分。ああ、憎いよ。力を振るうことにこんな至福を感じるなんて。やはり私も醜く滅ぶべき存在なのだわ。私にすらそんなものがあるんですもの。どれだけの人間が醜く力を振るうことができるのかしら。違う、あなたは茜さんじゃない。茜さんの口からそんな言葉。私は私自身。かわいそう。かわいそう。でも、さあ。この。ごときの雑魚じゃダメ。ジャストタイミングでしたね。サクヤ。余裕を持ってがモットーでしたが、申し訳ありません。空間転移ですわ。私にそんな力はないですわ。ただ彼が飛ぶ時に一緒に乗ってきただけですの。昨夜今のええ、ちょっと大幅に打撃を受けました。
ですが、実を言うと、もう痛くもないんです。どうも、すでに痛覚もなくなっているようで。どういうことです？ありていに言いまして、もう限界のようです。あんな体で空間転移なんて無茶までしてきたんですもの。バカ、みんなバカだ。千早さん、私はあなたに謝らなければいけないようです。私は食材として、かつて守れなかったものの代わりとして千早さんを見ていたようです。そんなの、昨夜がずっといてくれたのに、そんな理由は関係ありません。そうですか。そんなことを謝るよりも、昨夜の体が。ちょっとそれはできそうもありません。もしよろしければ、わがままを3つほど聞いていただきたいのですが、これまでいろんなわがままで私を困らせてきた報酬ということで、どうか一つ。そんなの。一つ、こんな私を許していただきたいのです。二つ、多分初めてになりますが、千早さんの命令に背かせてください。三つ、私は元よりただの塵と消えるはずでした。塵は塵に、そんな塵のことを悲しまないでください。いかがでしょうか。うなずくわけないじゃないですか。わからないとでも思うんですか。昨夜死のうとしてるじゃないですか。嫌です、そんなの嫌です。昨夜ならいつも何かすごい力で解決してくれるじゃないですか。今回もそうしてください。千早さん、ごめんなさい。わがままですから、それは聞けません。小太郎君、武士道とは己のために死ぬ道ですが、騎士道は誰かのために死ぬ道なのですよ。そういうつもりで私はいつも言っていましたよ。千早さんのナイトはあなたなんですよ。できますね。本当のことを言うと、ちょっぴり残念です。もう少し早く千早さんが小太郎くんに出会えていればよかった。時間があまりにも不足していましたね。親父はひどい。兄と呼んでいただけますか。さて、時間があまりないようです。どうやってこの場にあいつを止められるやつなんてないんだよ。魔物にだって限界ってもんがあるんだ。あいつは長くありすぎてた。もともとなんだよ。なんですそれ。やっぱ知らなかったか。だって千早さん、彼ほっといてもいずれ崩れてしまう体ですの。その最後の時間、
せめてそれだけわがままを聞いてあげてもらえないかしら。だって私なんでそんなこと。全然。千早さん、なぜだか昔を思い出しました。千早さんが桜が散ってしまうことを悲しんでいた時、桜ですか。もう散り始めていますね。綺麗ですから。ですが千早さん、それはできません。なんで、なんでできないんです。困りました。桜はずっと花をつけていられないものなんです。でも、もっと見ていたいです。千早さん、桜は散るものなんです。港さん、かつて私が守ると言った人、私はあなたを守れませんでしたけれど、今度は誓いを果たせそうです。許していただけるでしょうか。大丈夫でしょう。あなたがいるじゃないですか。千早さんの涙をあなたが拭ってあげてください。私、何も知らなかった。あんなにずっと一緒にいたのに。どうして言ってくれなかったんですか。短い間でしたけど、
昨夜さんはそういうところがありましたわね。悲しいわね。私は一体何をしているのかしら。もっと早くことを起こすべきだった。世界にはどれだけの悲劇があふれているのかしら。あなたたちもそう、私だってそう。何もかもが暗い運命を持つなら、やはり世界なんて滅ぶべきなのだわ。だって見つかってしまったんですよ。人の形をした人ならざる者が人を滅ぼす一番の皮肉。この抜け殻をもらって。何を、昨夜をどうする気です。器が見つかったの。ごめんなさいね。私もう壊れてるみたいで、この場面で笑みがこぼれるの。これで完成するわ。何もかも滅べばいいのよ。茜さんを追いましょう。追いかけるなら私に任せてくださいませ。多分このパワースポットに私が飛び込んでさっきの方々をたどれば、キルちゃんには場所が伝わるはずですわ。それに多分ここからそれほど遠くはない場所だと思いますの。おそらくつながりがあるいくつかのパワースポットのどれかに行ったはずですもの。ええ、もちろんですわ。私だって小太郎さんの役に立ちたいですのよ。ええ、では小太郎さん、負けないでくださいましね。じゃ、行ってきますわ。知りたいのか。コタロ、
まだほんの触りも見せていない。私の中に蓄積された記憶、黒い記憶。見る。私ですか。私の役目はもう終わり。人の子らは人の子によって断罪されるべきか。それは多分良い記憶。誰にとって良い記憶。あなたも良い記憶を。行きましょう。昨夜を取り返すんです。今ちょっと気づいたんですけど、私まだ力強いんですよ。これ昨夜の能力ですから。昨夜まだ消えてません。そこなんだがよ。昨夜の体もう維持の限界なんですよね。確かに取り返すって言ってもすぐにまた消えちゃうかもしれないんですけど、せめて納得いく形にしたいんです。だから行きましょう。ちはやん、辛そうだな。なんかさ、こういうのってさ、突然なんだよな。突然すぎるんだよ。いつ。それじゃあ進歩なんてねえよ。みんなそういうのあって生きてくから歩けんだよ。俺魔物だから死んねえよ。なんだよ、何悩んでんだ。いいじゃねえかよ。お前らはさ、お前の考えたことにちはやんがついてって、ちはやんが考えたことにお前がついてけば。今さら難しいこと考えてんのか。
カだな。お前はいいんだよ。女の子のために生きるって言ってりゃそれでいいじゃねえか。宗教も国家も理念も全部敵に回して千早のために動けよ。お前それ超かっこいいよ。いいと思うぜ。ああそれと歩かねえと置いてかれちまうぞ。